ラジオサロンドク丸今週のお客様、五代夏子さんです。よろしくお願いいたします。えー、昨日はあのご主人の杉良太郎さんの、はい、伝説をですね、ご披露いただいたわけでございますが、<laughs> えー、もうけ。 結婚してかなりのの時間が経つ中ででお人仕事も増えました。よね増えました最初はカくクにお互い嫌がってたんですよ。なんか照れさいじゃないですか。で、ステージで、あの、普段ねえねえねえとかって言ってるのを、ステージにそのまま喋るわけにもいかなくて、敬語でしょすごくギクシャクしてね。ですけど、その夫婦のジョイントも増えましたし、やっぱり主人のもう、なんかライフワークですね。もう芸能活動より長い福祉活動があるんですけども。 そのお手伝いも私ね、今まで福祉に関して全然興味ないっていうか、はい、まあ、なんかおこがましい気がして、それだけは触らない。日本人のちょっと悪いところかもしれないですね。うん、あの、なんかやるとすぐ売名って言われたりとか、うん、なんかうがった見方をする、されるんじゃないかとか。うん、で、触らないようにしておくっていうことが多いじゃないですか、うん、タレントさん。でそんな中、その、杉さんはもうとにかく誰が何と言おうと、 自分が思ったことを心の赴くままに、あの、やり通すっていう信念の人なんですよね。うん、で、人のために、あの、やるということがもう、過っ使命のように感じてる人なんで。うん、で、そこにお嫁に行ったもんですから、なんか最初は、うんと思って見てたんですけど、もう今では二人のライフワークになりまして。えー、先月、えーはい、丸5年になりました東日本大震災。はい。五代さんも、 これ、杉良さんとご主人と一緒になったってこともあったんでしょうけども、はい、炊き出しを随分されましたね。来、はいま,ね、ました、来ました。ね、もうとにかく、あの、衝撃な映像を見て、ニュースを見て、うんうん、で、まず物資がない、寒い、寒いんですね、あの時ね。で、寒くても、11日から何日か過ぎてて、テレビカメラが入っていて報道されている。うん で、それからその物資がいっぱい届いてて、山のように積み上げられている絵も撮れてて、ってことはそこまで車が入っているんだけど、そっから先孤立しているところに届けるすべがないんですね。だけど、そこの絵も撮ってる人がいるんですね。カメラの人が入ってって。ここの集落には、あの、何々さんのお宅に、あの、5世帯が寄り添って暮らしてますとか。で、ガソリンがないから、その物資が届いてる下の公民館とか小学校まで、 ガソリンを取りに行くことすらできない。っていう報道をしてるのを見たわけなんですよ。うん、私たちが届けに行こうと。だけど、じゃあ、ここまでだけどカメラが入ってて、さ行くとき持ってってあげたらいいじゃないとかと思うじゃないですか。なんだけど、やっぱ報道の人はもうそれはそれで精一杯なんでしょうし。ゃ私たちが届ける役目をしましょう。とにかく温まってもらいましょう。うん、で、ガソリンを届けましょう。っていうことで、うん、もうすぐに、 あの動き出したんですねだから最初はもう歌を歌うとか励ますとかよりもとにかく物資を届けるで物を食べてもらう温まってもらう、うん、ただそれだけのためだけに行ったんですよあのガソリンってそうた、はい、やすく運べるもんじゃないんですけどすタンクローリーチャーターしてそれもあのちゃんとこう資格のある人じゃないと持ち運びしちゃいけないというのも私たちもうちで知らなくて、うんはい、で その神戸、杉さんの出身地の神戸の、そのガソリンスタンドの人とかが、その、俺たちが行ってあげるって言ってくれて、で、やっぱり杉さんがずっとそういう活動してるのを知ってるので、協力してくださる方が、もう、集まってくださって、演歌歌手ってすごいなと思いましたよ。私、その時ね、ちょっとみんなに、あの、言ったんですよ。バーッと集まってくれました。炊き出しの時の、あの、ごぼう切ったり、人参切ったりっていう、下ごしらえものすごい大変な、あの、ご千食、 でしたからでそのお手伝いとかしてくださってで JA の皆さんが、うん、あの野菜を提供してくださって「うんうん、よかったと思いましたよ演歌」歌ってて <laughs> この時ばかりは <laughs>。培った、まあ、人脈というか人との <laughs> まあそれこそつながりですよねでそれをもってとにかくみんなのねあの気持ちを乗せてキャンピングカーで20台ぐらいこう連なっていったんですよね。 俺あのまあテレビのね番組で、はいまあ、いろんなその芸能の世界にいらっしゃる方々がこういろいろ入っていく中で、うん、俺ね一つ覚えてるのは、はい、五代さんも ちゃんとすっぴんだったと思うけど、はい、なんか普通のおかみさんのように、でも五代夏子ってほら特徴的な目がパッチリしてるんでわかるんだけど、<laughs> 杉さんが、この職人ってぐらいニコリともせずにどんどんこう作業していくっていう姿。うね、あの、本当に杉さんの,あの性格はああいうとこでわかるんですけど、うん、私たちはね、そのために言ってるんですよ。うん、ドロドロになりに。綺麗、うん、でカメラに向かって手を振るんじゃないって、うん、怒られます。 そんなのよりかとにかく熱いうちに食べてもらわなきゃなんないんだからって、うん、早くよそって、うん、で皆さんにお配りしてって。うん この後も、こう、応援というか、はい、ええー、まあ、つながりはまた新たにできたと思いますんでね、はい、続けていらあの、行かれるということですけども、はい、さあ、えー、ここでですね、えー、五代夏子さんの最新シングル、これ、五代さんから曲紹介。あ、そうですね。はい。あでは、これ、あの、とっても私も大好きな歌で、あの、覚えやすい歌ですので、皆さんぜひ、歌って応援してください。花つむぎです。 五代夏子さん、今年1月発売のシングル、花紬をお聴きいただきました。はい、はい。で、6月2日、杉良太郎五代夏子スペシャルコンサート目音歌。はい。これは東京国際フォーラムホール A で開催されます。 お二人での仕事はもう増えたというお話なんですけど、今回も大きな会場ですね。はい、すねここはね、フォーラも大きいからもうちょっと心配。うん、皆さん来てくださいね。本当にお願いします。どんな感じになりそうですかあのね、ぎくしゃくした感じになりそう。いつもね、なんか喋りづらいんですよ。<ー>夫婦でやるのって。<ー>なんかいつもぎくしゃくするんですけど。はい。 えー、杉良太郎五代夏子スペシャルコンサート、目を通った。6月2日木曜日、午後3時15時から、えー、東京国際フォーラムホール A で開催、えー。チケットなどのお問い合わせの番号を申し上げます。IS です。東京03-3355-3553。東京03-3355-3553。 is まで、えー、お問い合わせください。えー、五代夏子さんの最新の活動、詳しい情報、五代夏子さんのオフィシャルサイトをご覧いただきたいと思います。ね、楽しくお話を伺ってまいりましたけど、はい、今ね、正直言って年代的には50代ということになってます。この後60代、70代っていう。<laughs> はい、あの、歌手五代夏子もそうだし、一人の、まあ、あ 家庭人としても私ね、旅行。行あの、いやいや、そう、だって、普通の楽しい旅行じゃないじゃないですか。仕事で行く旅とかは多いですけど。カメラ付きっていうね。例えば、うん、キャンピングカーとか、うん、お船とかが家で、ぐるぐるしながら仕事に行くとかみたいな。うん、生活の拠点はその移動の、あの、あ 結構なんかちょっと面白くないですかね。今日はどこどこの公園で寝てとか、うん。<laughs> キャンピングカーで。そうゴ、ゴージャスなやつですよ。ちっちゃいやつじゃなくてね。ーはい、ねゴージャスなやつで。あと、うん、あの船もそうですね。クルーザーかなんかで、うん、いろんな港に停泊しながら、仕事に行くみたいな。うんうん それであの、カメラが最近凝ってて趣味で。五代さんが。はい。で、その、写真旅行みたいに行きたいなと思っても、なかなかね、家に主人がいると、開けて自分一人で勝手に遊び回るわけいかないんですよ。だから、家が移動したらいいかな。そういうことなんだ。じゃあ、そのキャンピングカーナりクルーザーには、奥に。主人がいて。そうそう、杉涼さんがいるわけですね。そう。 えー、今週一週間は五代夏子さんお客様としてお迎えいたしました。ご主人様にもよろしくお伝えください。一 <laughs>、はい、週間どうもありがとうございました。ありがとうございました。